登山コースマップ。 あそこにある、うん、あ、そうだね、あそこにある看板です。これ一番はだいたい100分ぐらいかかるっぽいし、じゃあ赤いコースで行ってみる。このうねうねうねってしてるやつ、もう一番楽なんでしょ。一応ね、表参道コースって書いてある、うん、あとはね、琵琶滝コースっていうのがあるみたいだよ。いるかも、はい、修行してる人が。リフト詳しくはこちらちょっとやってみて、情報収集しないと。ついてからチケット結構混んでるよ。おまんじゅうだ。なんか食べる。あ、並んでるけど。あ、山菜とろろそばみたいなの。あー、美味しそう。もうちょい見てみよう。お疲れ様です。今日は11月25日です。高尾さん今日はお休みです。蕎麦屋さんある。ただいま満席です。全然入れないじゃん。並んでるもんだってすごい、すごい並んでんじゃん。上に行けばなんかあんの、うん、すごいな。こっちまたお蕎麦屋さんですよ。でも入ってってるよ、2階席みたいな。行ってみる。味噌汁来るのでお待ちください。いただきます。うまい。おお、絵になるね。いただきます。うまい。ん、もう辛い、うん、なんかお弁当に入ってそうな、うん、冷凍の。じゃあ帰る。日が暮れてるよ。こっちやってみる。帰りはもうケーブルカーで帰る。いや、これケーブルカーの一旦降り場なんじゃない？あ、そういうこと？うわ、めっちゃな開けたとこ来た。ビアガーデン、あれのことじゃない？うわ、激しそう。激しそう。あ、でも楽しそうじゃない？こっちの方が。いや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 、うわ黒中みたいよ。マジで急な下りだよ。グリグリってやる。あ、真ん中。真ん中らへん。どうする？お店じゃないじゃん。サル園って書いてある。いやー、いいんじゃない？別に。人気投票やってる。いらっしゃいませ。こちら90分制の食べ飲み放題バイキングレストランビアガーデンの会場になります。はあ、なるほど。あ、そうすると展望台に行けるってこと。こちらはビアガーデンの会場になりま
ます。90分制の食べ飲み放題、バイキングレストランになります。焼きそば。キンキンに冷えてやがる。はい。逆光で何も映ってない。じゃあケーブルカー40分待ちやりますか。すごい並んでるよ、だって。チーズタルト2つください。あ、あったかい。いただきます。うん、うまい。あったかい。はい、はい、おー、いきまーす。はい、お座りください。はい、おー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 、怖くないか？怖くないか？え、結構揺れてない？これ、底が結構ね、深い。深いです。おおおお、はーい、鴨ネギ丼、はーい、うん、うまい。トロール入れる、おかん行くよ。うまそう。